てみて。何の模様かみんなわかるかな？これはなんだっけ？これは、なんだろう。これはなんか硬そうな甲羅のような、なんだろう。これは、このしましまはどっかで見たことがあるような、なんか僕の模様に似てるような。それからそれから、この白と黒はなんだっけ、なんだっけ、これはなんだっけな。なんか木に登ってる動物のような。それからそれから、おお、この素敵な模様はなんだっけ。それからこの白と黒、このしましまは、わかるようで難しいな。じゃあしまじろう、ページをめくってみるよ。いくよ、たーんと。見て見て、しまじろう、ほら、これは、パンダだ。そっか、パンダさんの顔だったんだね。今度こっち、そうか、カメさんだ。カメさんの甲羅だったんだね。見たことあるある。それから、お、この模様はキリンさんだ。わからなかったよ。それからそれから、このしましま模様は、そう、僕と同じトラだ。トラの模様。それから、あ、この白と黒は牛さんだったんだね。そうそう、牛さんは白と黒だね。あ、白と黒のしましまはシマウマさんだったんだ。そうだそうだ。それから、あの素敵なこの模様はかっこいいな。ヒョウの模様だったんだね。最後に、あ、そうそう、リスさん、リスさんの体の模様だったんだ。こう見るとわかるけど、こう見ると難しいね。今日は何の模様かな？で、遊んでみたよ。みんなは分かったかな？じゃあまたみんな見てね。バイバーイ。